きます。駅はねこんな感じになってます。はい、入ってきます。で、右手にトイレがちょっとね、謎なものがあるんですけど、なんか風車みたいな、風車かな。はい、というわけで今日はね、岡山県備前市の三井市というエリアに来てます。岡山県のと兵庫県の境目の最東端の町、そしてこの先に行ったところに三井市駅というのがあるんですけど、これも最東端の、岡山県最東端の駅なんですよね。でちょっとね、まあ昔栄えたわけなんですけど、この後ろかな、で炭鉱があったのかな、なんかそういう話を聞いたりしたりとか、今でもあの三石レンガとかを、作っていたりとかと、まあいろんな栄えていた、歴史もあります。まあ、今となってはひっそりしておりますが、ちょっと今日はね、三井市駅に向かって歩いていこうかなと思います。三井市郵便局です。でここがね、山陽道かな、山陽道なのと、まあ、お城があったりとかするわけで、まあ、昔から栄えていたのかなと思うんですけど、ちょっとね気になる、場所が神社、ちょっと行ってみます。神社三井市秋、三井市三井市明神社、ち子だからね感じらしいです。ちょっと暗いので戻ります。でこれからね、三井市駅に向かっていこうかなと思います。でこの左手がレンガ工場かな、結構大きな工場になってます。でこれがなんか事務所だったかな、その当時から残る建物になってます。ちょっと暗いので、分かりにくいですけど、ここに商店があります。まあ、おそらく閉まってるとは思うんですけど、やってないですけど、軽食、はい、
三井市一里塚跡、この旧山陽道ですね、ここに一里塚っていうのがあって、まあその旅の目印ということですよね。こちらが三井市駅です。 JR 山陽本線、当然無人駅なんですけど、昔はね、あの特急とかが止まってたりとか、兵庫県側からの特急の折り返し地点だったりしてたようです。よし、この辺とかね、いろいろと名所があります。三井市城跡とか、まあ、お寺とか神社仏閣とか、まあ、特にこの山陽本線のこの高架橋というか橋ですね、川を流れてるんですけど、その橋も特徴的という感じです。入っていきます。駅はねこんな感じになってます。もともとのなんとかライナーとか、こっから旅の起点だったのかな。で、当然無人駅なのでここで切符を買います。はい、入っていきます。で、右手にトイレがあります。で、これ鶴ですかね。で、この元々のね特急とかが止まってたりとか、そういう名残の関係で、まあ休憩所ですかね、駅関係の休憩所とか、まあこういう建物が、大きな建物があるわけなんですけど、結果的には無人駅なんですよね。かなり古い石段です。まあ、当然人はいません。で、左手が、大阪方面で、右手が岡山方面ということで、であちらのね、にもホームがあるんですけど、まあなんかその特急とか止まっていた時の名残みたいな感じだそうですね。で、この岡山方面のホームなんですけど、さらにね、なんか枕木というか、その痕跡がね取り除いたような、でさらに向こうにもねあって、車止めがあります。まあ主要な駅だったという痕跡ですよね。車両がここに待機してという形です。もうほぼね1時間に1本2本ぐらいなんですよね。ちょっとね謎なものがあるんですけど、なんか風車かな、肩車みたいなのがあって、そこに
なんかつながってるんですよね、この電線に。なんなんでしょうね。はい、というわけで今日はねこんな感じで終わろうかなと思います。まあね、まあ、大昔というか、まあ、木造駅舎だったと思うんですけど、昔はね、まあ、建て替えて今のような感じになったんでしょうね、はい、というわけで今日はありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。